中村です。中村舞です。お疲れ様です。一日お疲れ様です。よいしょ、ちょっと待ってね、充電さそう。お疲れ様。今日も好きだよこんばんは。広島に帰りました。中村帰りましたよ。バラもありがとう。明日は花だれ公演ということで、はい、千穂ちゃんとあかりんさんの生誕祭。広っ。はい、明日はね、2公演出演させていただきます。これもありがとう。カフェラテ、あ、カフェオレか、いや、カフェラテ。可愛いグラスでしょ。おっきい。はい、ありがとう。公演、明日はブルーライブ広島です。2公演頑張ります。楽しみたいと思います。なんか花だれ公演は毎度毎度お久しぶりだお久しぶりだって思ってしまうぐらい空いちゃうんですけど、その間がね。そう、でもめっちゃ楽しみです。ただ日曜日だからね。昼夜、今日はサイン会をしてました。アニメイトさん池袋楽しみましょう。楽しかったです。なんかサイン会っていうもの自体が結構久しぶりっていうか、そう、めっちゃアニメイトさんすごい人がたくさんいて、そう、楽しかったです。すごい、リップありがとう。いつ以来かな、ムック本かな、あの PR 舞台のムック本の時以来とかかな。そう、楽しかったです。なんかそう、久しぶりにサイン会をして、全然なんかあの字がなんか書く、なんかいざこの時間内に、そう、30秒だったんですよ今日。1人30秒で、で時間内にこう書くのに必死になっちゃって、字が全然思い出せなくって、え、どんな感じだったっけみたいなそう、なんか字を書くことないんで全然。そう、わからんくなって、どんな感じやっけみたいな。しねおめありがとう。お疲れもありがとう。うん、なんかこんな詩やったっけみたいな字ばっかり。
え、そう、なんか読めるけど書けんくなるみたいな。あと送り仮名もたまにわからんくなる。なんやっけみたいな、あれみたいな、なんか現代って感じです現代、本当に。書く機会減ったよ、本当にめちゃくちゃ。交換日記、え、だってそういう字書くときとかめっちゃ調べるもん、携帯で変換しながら書いたりするもん、わからんすぎて。目がゴロゴロする、ウエーンってウエーン。ちょっと待って、目がゴロゴロしすぎて。コンタクトを外そうかと思い始めてきた。書かないで、かゆい、うん、なんか涙が出そう。書かないで、困った。あとありがとうございます。ミルクティー、うん、カフェラテ飲んでます。片方だけ外すと、え、もうめちゃ目が悪いんですよ、本当に。まあマイナス 6.5 ぐらい使ってるんですけど。泣いてないよ、なんか泣いてないんだけどね、目がねちょっとねゴロゴロしてねなんかやばい、なんかやばい目してた今ね、なんか見てください、マジで本当にちょっとうるうるしてる。気にしないで、全然。変顔お願いします。可愛い変顔しとこう、可愛くない生まれ、ありがとうございます。本気の変顔なんかしたらスクショして拡散されるわ。クリボーは、え、クリボー変顔だと思ってないんだけど、クリボー変顔っていうのはちょっと失礼ですよ。プンスカプンスカ。お腹すかない？え、お腹すいたの？なんでわかるの？そう、なんか、あ、そう、お昼ご飯をね食べたんですけど、食べたのがちょっと遅かったんですよ。なんで、そう、新幹線で帰ってきたんですけど、めっちゃお腹すいてる。ここ何日かはめっちゃ千穂ちゃんとご飯食べました。本当に東京2泊してたんですけど、
どんぐらい一緒に食べたかな。3食は絶対一緒に食べてる。ん？もっと食べてる？マジで千穂ちゃんと2人でご飯一緒に食べることが多くて、コンビニで、いやコンビニも一緒に行ったし、コンビニじゃなくってちょっとどっか行こうって食べに行った時もあったし。周年おめありがとう。食費が、いやそうなんですよ、遠征が多いと食費がねかかるんですよ。なんかまあコンビニ行っても買ったらかかるしさ、外食してもお金かかるしさ、金はかかっちゃうんですけど。あすごいキュン、ありがとう、ラブレターもありがとうございます。そうしかも2日連続一緒に温泉も行きました2泊したんですけど、あの一緒に温泉入って、夜はご飯も一緒に食べて、そう全然同部屋ではなかったんですけど結構一緒に過ごしてた。なんか千穂ちゃんはお風呂長めの人なんですけど本当に本人も自分で言ってるぐらいお風呂はもう何時間も入るって人なんですけど、私は全然あののぼせちゃってすぐに、あんま湯船浸かれないんですよ。あの浸かるのが嫌いなわけじゃないんですけど、長時間浸かるのがあんま得意ではなくって、そうでも一緒の時間使って一緒の時間出ました多分千穂ちゃん的にはもっと多分痛かったと思うんですけど、合わせてくれて、ジシーありがとう。ありがとう。カラス？サウナ入ってない、入ってないですね。サウナはねちょっとね、でも温泉めっちゃ良かった整わないです。いやーねサウナママ得意じゃないんですよね。いやサカツって、なんか一回マヒナさんに教えてもらってね、水風呂に入ってっていうやつやったんですけど、なんか達成感に満たされたんですけど、その時はでもいざなんかやるのにやっぱ体力がいりますね。お風呂体力使う。岩盤浴？岩盤浴もせんな、うん、やばいめちゃくちゃ見えそう、あオッケー、期待した？くしゃみ？見たことない、見せたことないんですよ。キュー、ありがとう。ムズムズしてもみんなが今見てるって思ったら絶対出ない。新年おめありがとう。すごい泣いてるのって言われるんですけど。泣いてるように見える？目かな？お腹がすいた。お腹がすいた。今日はまだ一食しか食べてない。
お腹すいた。昼ご飯だけ食べた。ありがとう。でもみんな一日なんか3食食べる人って割と少ないですよね。え、どうですか？3食食べてます？なんか朝ごはん食べない人も結構いそう。え、食べる人？2食の人多そう。確かになんか休日とか寝てたりしたら食べなそう。朝食べない。朝ごはんは昼と兼用。いやー、ブランチみたいな感じ。でも私も朝ごはんはちゃんと食べないとやっていけない人なんですけど、でもあの睡眠も大事なので、そのせめぎ合いでいつも迷って朝食べられない時もあります。4食です。4食いいじゃん。いっぱい何食にも分けたらなんか痩せやすいって言わない？そんなことない。私1食を昼から夜にかけて食べてた。でもなんかね、私休日やっちゃうよそれ。あるある。なんか朝寝て全然昼とかに起きた時に昼から夜に食べたら夜お腹空かなくって。本当ありがとう。朝食べたい。ホテルの朝食が食べたい。あのホテルの朝食ビュッフェみたいな。ありがとう初見さん。中村舞です。愛媛県出身です。素泊まり。そう、基本素泊まり。ホテルの朝食意外と高かったりしません？うん、素泊まりで朝食付きだったら嬉しい。でもちょっと前にホテル泊まった時に朝ごはんがついてた時があったんですよ。で、愛媛のホテルに泊まったんですけど、その時朝のその朝食がなんか鯛めしとかあって、朝から鯛めしに、もう本当にすごくって、もう米もあるしパンもあるし、もうパスタもあるし、もう朝からもうわっしょいわっしょいって感じの朝食で、本当にすごくって、鯛めしって言ってもあの生の鯛じゃなくって、あの炊き込んだ鯛にあのなんかお茶漬けの出汁みたいなのがあって、めっちゃ豪華な鯛めし。なんかもう朝ごはんも最高。本当に朝から量食べれるけど全然時間がなくって、本当にもう流し込むように食べて、なんか悲しかった。ちょっともっと味わってゆっくり食べたいけど、そう、もう朝は時間がなすぎるから、うん、あと米もパンもあるんだったら両方食べたい人なので、和食も洋食も食べたい。
両方食べたい。カレー？カレーって朝からあるんかな？大好き。でも、うん、大好きです。太るでって、うるさいうるさいぞめっちゃ太るよ。朝は何食べても太んないから大丈夫だよ、気にすんな朝は絶対大丈夫だよ。あ、でも一番カロリー消費するのはあの15時とからしいよ。だから3時のおやつはあるらしくってそこがピークに一番カロリーを消費するらしいんで、そうそう、でも朝も絶対食べた方がいいよ。だって食べないとエネルギー消費しないもん、そもそも。超ありがとう。朝食担当？いないいない、マジでもうおのおの食べていきましょうって感じです。朝は行く、あの食べて行くならばどうぞみたいな感じで、本当にあの各自準備みたいな。夜は全然一緒に食べるけど、朝はね一緒に食べることはないですね、うん、てか私が結構バラバラなんで、朝めっちゃ早い時とか朝ゆっくりな時とか、うん、ST は朝食出ないって聞いた。え、朝食代出ないって聞いた。え、何その情報。そうなの？わかんない、朝食代出ない、知らん。そうなん、あんまわからん。なんだ朝食代って。でもなんか結構ケータリング用意してもらってることありますね、うん、ケータリングあるからみたいな。遠征、うん、私が一番ね困るのはね、朝もう時間がないから、あの東京行く時とか朝早いと東京そのもう行く前にご飯食べようっていう考えになれなくって、コンビニ買おうって思うんですよ。その駅とかついてコンビニで買おうって思うんですけど、私4時間寝るわけなんですよ。だから果たしてご飯はいるのかとか考えて、でも途中でお腹が空いて眠れなくなったらどうしようとかいろいろ考えて、で何を買えばいいかも分かんないし、どんぐらい自分が量食べたいのかも分かんなくって、朝の時点でいつもコンビニでめっちゃ時間迷うんですよ。もう、どうしよっかな、何が食べたいんかな、そもそも食べるんかな、4時間寝るしなみたいな。結局乗った瞬間に寝るの、もうほぼ乗ってすぐ寝る。ね、4時間あるわけなんですよ。4時間あるから、その中途中でお腹が空いてしまったらどうしよう、でもうーんってなって、結局そう何も買わないこともあるし、買ってあ今食べなかったなって時もあるし、で
買わずに行ってお腹すいたってなる時もあるし、でもさ車内販売ないじゃんか。え、最近車内販売ないよね。だからもう買わなかったら結構地獄の時間を過ごすから困るんです。アイスなくなったね。グリーン車だけ。そうなの、グリーン車はあるの。え、そうなの、知らなかったんだけど注文できるんだって。普通の席にだけ来なくなった。来てよ。そうなん。モバイルオーダー、あーそうなんだよ。ごめん、ありがとうございます。グリーン車ってあれかな、2個ぐらいあるっけ、この2両ぐらいあるっけ、量っていうんかいね、分からんけど。3両あるん。あ、そうなん。最近思ったのはグリーン車って真ん中の方にあるじゃないですか。え、そう、真ん中の1号車から16号車まであって、真ん中の、8号車らへんにあるんかいね、あそこらへんにあるじゃんか。でさ、一番さ改札中入ってさ、階段っていうか、まあエスカレーターとか階段とか上がって上到着して割とすぐのところらへんにあるじゃないですか。グリーン車の人は全然歩かなくて乗れるんだなってことに最近気がついたんですよ。8から10か、便利な位置にある。え、そういうところもグリーンなんだねって最近気がついた。なんかいろんな、そう、なんかこう見てて、おーって。私たまに自由で帰ったりするの、あの時間とかだいたい指定席なんだけど、でもなんかちょっと時間とか変えたい時にもう自由で帰っちゃおうと思って自由で帰る。そう、橋なの自由、1号車から3号車なんだけどめっちゃ橋なので、私1号車に乗りたいからもうダッシュで改札通ってもう行くんですけどそう、すごい時間がかかる。1号車がいい、1号車が空いてると思うし、え、なんか1号車までみんな行けなくって体力なくって3号車に乗るんですよ多分あの考察あの多分みんな歩いてて、あ、もう疲れた、あ、やっと着いた自由席で3号車から入るんですよか、まあ2号車ぐらい。1号車は多分一番人が、あのみんな多分そこまでに体力がなくなって3号車か2号車に乗ってるから一番空いてると思います。しかも1号車だったら、あのあれですよね、先頭走ってるってことですよね、あの行くさ、その方面のさ先頭走ってるってことですよね、1号車って。それもなんか良くない先頭走ってますみたいな。あ、最初か最後の時もあるの？座らない時は、座らない時はね、まあ、東京からだったらないかな。あの始発からだったらはないですね。入れ替わりが激しいかな。あとさ、最終的に例えば、そう、自由のいいところは例えば C 席だったとしてもだんだん
みんな降りてきて席移動ができるんで最終的に A 席に乗れたりするんですよ。あの窓際とかに行けるんですよ。あの最終的にはそう席がだんだんいい席に行く。そうなんか新大阪、うん、そうそう、なんか名古屋とかで降りたり、なんか入れ替わりがよくあるから、そうスライド、そうなんですよ。いや寝てるよ、寝てるけどさ、親戚とかで寝てたらさすがにさ起きないといけない時は来るでしょ。さすがに4時間全部寝てましたはないかな。うん、ね、そうですね、まあ、ありがとう。ジャンプ、え、ジャンプ本当にあの机出してなかったらジャンプできるから。荷物、上にあげるかも。上の棚、下にも置けるよね。今日の新幹線はあれだった、全席にコンセントあるタイプ。もうあれになったら最高だってさ。あれで例えば A 席座っててもなんかB 席 C 席の人たちにコンセント大丈夫かなって気遣う必要もないし、そうもう堂々とみんな使えるし、そうあの新しいやつちょっとあれはでも冷房がめっちゃ効いてるんですよ。本当になんかもう寒いぐらい、夏場めっちゃもう鳥肌立つぐらい結構冷房効いてるんで、そうなんか上着必須って感じなんですけど、めっちゃいい。ブランケット、私はブランケットをいつも持ち歩いてますね。 P シートって何？私も P シート座りたい。でも P シートとか見たことないんだけど、 P シート何号車にあるの？P シートなんてもう安否専用でしょ。乗ったことないわ、安否シート。Q シートもないかな。 P シート7号車だったはずです。グリーンじゃないわ、グリーンの1個前ですね。ありがとう。P シートって何って、え、 P シートってさ一人、え、あれとは違う、仕事できるようなところじゃなくて、あれはまた別、あの一人だけのところ、ビジネス用、1.5人分、え、ちょっと広いんだよね。でも値段は一緒？あ、じゃあちょっと高いのか、何千円かするのか。
プラスで2000円ぐらい。新幹線詳しい？いやそんなことはない乗るけ。あ、プラス1200円。おお、1200円。でもあれですね、広いんだったらもういいですね。パーテーション？あるある、パーテーションみたいな。グリーン車？いや、グリーン車私2回ぐらいだけ乗ったことあります。なんかの時になんか用意された席がグリーン車だったことが本当 STU 人生で2回ぐらいあってそうで、グリーン車はなんかすっごい分厚いおしぼりもらえるんですよ。みんな一人一人におしぼりを配られる時間があって、ですっごいね、もう極厚のそうおしぼりがもらえて、私嬉しくって、もう持って帰って、のタオルみたいだったの、なんかタオルみたいなおしぼりもらって、本当になんかいい質感。そう、一人一人手渡しでダサーって。あとゴミを回収しに来てくれるの、こうやってありますかみたいな。席もそう広い広い、あの3人とか座っとるとこじゃなくて、こう2人席で、しかもなんか席のなんか何ですか、足とかのあるじゃん、なんかもうなんかすごいの、本当に休めるって感じ。キツキツじゃない。なんでその時だけグリーンだったか、なんかね、何だったっけな、なんかね多分用意してもらったりするんですけど、なんかたまたまそうだったんだよね、うん、本当に2回ぐらい乗ったことある。座席のシートはどれくらい倒す？もう全部倒してやるあの後ろの人にちゃんと言うよ、全部倒します。結構倒れるよね。なんかさ、あの STU のツアーね、バスで行ってるんですけど、このバスね結構もう倒してなかったら直角なんですよ。で朝早くから行くことあるんですけど、メンバー結構みんな寝たいから倒すんですよね、こう席を。で前の人が倒していいってなって、どうぞどうぞって言って、であのちょっとしか倒さなかったから、だからもういっぱい倒しなよって言ったら、いいんですかみたいな感じで全部倒したんですよ。その時にもう倒れすぎて、本当に何ですか、前の人が寝てるのをこう見えるぐらい倒れてきて、もう私もこんな本当に前の人がもうこう頭こう、あ寝てますねってなんか見えるぐらい倒れてきて、
え、そうあの前の人が倒したらもうみんなドミノ倒しみたいにこう全員倒さないと寝れないぐらい本当にめちゃくちゃ倒れるシートで、もうねすごいバスなんです。マッサージ？施術？ガスコンセントないな。だからなくなったらもう使えん。充電なくなったら。10年おめありがとうございます。もう私は今から徳島が多分一番時間かかるんですよ。徳島から岡山に今行くので、次はそこは、まあ、まあまあだと思うんですけど、徳島が一番ってなってます福島はねちょっと遠めなんでね、4時間はかかるですよね。そう、最後です、徳島岡山。徳島諦めました諦めるな徳島2公演あります、昼と夜。徳島ってさ、ライブすること少ないんで本当に。そう、私もめちゃくちゃ久しぶりな感じがします。そう、6月1日が徳島で、2日が岡山が最後です。あと残すところ3公演なんで。初めて行くよって。みんな何で来るんだろう。飛行機かな。じゃんじゃーん、じゃんじゃーん、ちょっと飛行機の音楽歌おうと思ったのに歌えんかった。あの飛行機乗った瞬間に流れてる曲、ちょんちょんちょちょんみたいな。飛行機の音楽って何って。飛行機の音楽なんか流れてるじゃん、乗った時にさ BGM。 アナのやつかな、わかんないJALかな、アナかな。アーナのやつ、やばい、今あのこのアーナの文字見て安否が浮かんできたもん。 ANNA アンナアンナ安否ANNA今日はアンピーがいっぱい出てきます、配信に。ありがとう。
おやすみって言われる。もう今宵が終わります。皆さん明日は日曜日です。ちょっと待って、大丈夫。コウさん、リョンキュウさん、フレッシュメロンさん、ヨッちゃん、ゴーイチさん、ヤマちゃんさん、ケヒリヒさん、シーサーさん、ボンちゃんさん、クマネパパさん、ムカロンさん、サイモトマチさん、ニーナンバナヒサトさん、1位東京のソワさんでした。ありがとうございました。パパ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 パ明日は日曜日です。5月もう早くない？終わりますよ。まだ終わらんけど、今日25か20、明日26、明日は花だれ公園2公演です。今日は巻き髪でした。また明日です。おやすみ、おやすみ、みんなおやすみ。画面から応援し、配信を見てね。 DMM おやすみなさい。皆さん一日お疲れ様。配信を見てくれてありがとう。